様です10月6日朝6時のコインゲッコでございます回復の兆しを見せる暗号通貨業界ですけどもまだまだ我々身分では、ね、ないのかなと思いますで、えー、とコインゲッコですけども今上場してるコインが 14, 1 4761と、まあ、かなり増えてきましたねでこの放送が始まった頃ってのは1万そこそこだったんでこの数年間でもね4000個ぐらいの上場が認められるってことになります4000個ですからね だからたまに ICO 情報ですよって言ってからね、どっからともなく入ってくるユーチューバーさんとかインフルエンサーの言う情報っていうのはその中の一つなのかもしれませんけどもただ私が確認するところね、私がユーチューバーとしてね、この案件進めてくれませんかというふうに持ちかけられた ICO 情報で本当に上場したのって体の絵だけですねそれ以外は、まあ、上場してあるのかしてないのか分かんないな状態でなんか妙な感じですよ。 まあそういった意味でも、どっからともなく入ってくる上場情報は当てにしない方がいいのかなと思います。で、取引所の数が12,005個と、あ、1,205個ですね。全然違いますね。すいません。で、時価総額が333兆円ということで、まだまだね、伸び悩んでいるかなというところですけども、先日340兆円を超えましたんで、あれ、言い,いようになったかなと思ったところでございます。 はい。で、ビットコインが900万円を維持しているところですけども、やっぱりね、ビットコインが1000万円時代になって久しいですから、まあ、なんともね、えー、900万円というのは頼りない。そんなイメージがありますけども、皆さんどうですかね。で、えー、その他リップル。リップルってのがついにね、えー、80円を切ってしまいました。リップルは単独で、えー、強いというふうなね、見方をしていたんですけども、まあ、この後に及んでリップルにどんな向かい風が吹いてきたんでしょうか。 で、我らが体の50円を回復したんですけども、いまいちでございます。先日54円ほどにはなったんですけどもね、やっぱり反発して下落していきました。ぜひね、50円は死守していただきたいかなと思います。で、最後に芝居の紹介しますけども、今年が始まった時に0.0014円以下なら買いだなと思ったところ、その倍近くの値段は維持してるんですけども、 一時期のようにね、これが50万枚になるみたいな、まあ、そんなね、目論みは今立っておりません。この一年、派手な値上がりっていうのはしなかったんですけども、まあでもね、いいところまで行きましたよね。ここで利益確定しましょう、みたいな動画を流したこともありますけども、あそこで利益確定した方は、痛くも痒くもなく、今の柴犬の価格を見てるんだと思います。じゃあ今日はそんなところですかね。はい、お疲れ様でした。